暑い。今日はね、下赤塚に来ております。この間の楽水園で飲んでましたらね、常連の方もね、マスターもね、うまい焼き鳥屋があるって言うんですよ。ただね、狭いお店で予約を取らないと入れないということだったんで、電話をしてね、今日予約取ってます。いやー、ここも良さげだな。西田場。ただね、明日ね、僕ね、天ぷらなんですよ、群馬で昼なんでね、そんなにね深酒はできません。いやー、このね角だと思います。ありました。今日はね、焼き鳥リョータさんで一発やろうと思います。僕も20回ぐらいだと思うんですけど、15回か20回ぐらいだと思うんですけど、言ってんのが。これ、うめえな。いや、そらんぎ大丈夫っす。はい、飲んでください。
あ、でもこれ醤油かけた方がうまいんだ。そういうことですよね。でも醤油かけてない時点でうまかったですけど、海苔の風味と。ありがとうございます。うまいな。やっぱいい常連さんがいる店ってやっぱうまいですよ。そういうことなんですよ。そういうことですよ。やっぱうまい。国内水曜日飲んで、うん、テンペラも高いから、まあ、あの家帰ってすぐ来るから水曜飲んないすぎだ。暑いもんね、はい、あんまり移動しないですよね。へぇ、あなたね、8月の誕生日出たんだけど、まあ、3年間のリモートだったから、はい、去年1年はリモートで部屋を借りて、はい、群馬に住んでる、ね、へぇ、群馬ですか。今頃から、はいはいはい、キャベツのうまい、はいはいはい、そうなんです。はい、1年ぐらい、まあ、作業がある時にこっち食べてみたいな。っていうか柏超うまくないですか。めっちゃうまいですよこれ。予約しなきゃダメじゃないかな。買い物は辛そうなのが、うん、めちゃめちゃジューシーですね。100%ね、超うまい。肉汁半端ねえな。うまい。マックがある限りクリーンな。あ、うまい。クラ好きなんすよね、僕。うん、うまっ。うん、油うまい。風調するようなこと僕は言ってませんよ。そう聞きましたよ。食べてますよ。アルブに関しては油半端ないっすね、うん、うまい。近くって油があるところじゃないけど、うまい。でも部屋は持ってないっす。これみんな食べますね、やっぱね。熱っ。うまいな。うん。ありましたね。やめちゃいましたね。取材拒否の。大好きですね、俺はそこ。すげえ。あ、うまい。最高っす。いや、食べましたけどね。いや、味はね、味は間違いないです。めちゃめちゃうまいです。で、あの常連さん含めね、お客さんがいい人ばっかりで助けられましたね、今日もね。そういう意味では。で、あの隣のね、仲良くなった兄貴がいまして、今度楽水園で一緒に飲もうぜって話になりましてね。ありがてえな、こういう出会いはね。
まあ、こうやってねこういう街のグルメっていうのは幅が広がっていくんですよ。本当ありがたい。まあ、あの LINE も交換したんで今度ね楽すぎんで兄貴と飲みたいなと思います。ごちそうさまでした。明日は館林で天ぷらです。館林だったっけな、館林だよな。明日は酔いませんよ、酔わずに帰ります。今日もフィリピンパブには僕は行きません。このまま帰ります。ごちそうさまでした。